皆さんこんにちは、店長の仲間のバイク店の方です、ね、はい、今日はですね、正月ということで、富士山を見に、来ているわけでございます。はい、店長も元気ね、はい、そうですよ。でね、相方も今日は一緒でございます、そう、武蔵がいるときは軽トラでしか出かけられないというわけでございます。はい、ちょっとですね、コンビニにね、今行ってますんで、その間の時間をとってですね、こうやって、動画を撮らせていただいて、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。今ね、なんか変なことしようとしてましたね。何かをバリバリやってました。なんですかね。ダメですよ。はい。ね、そんな感じで。今年の正月は晴れでいいですよね。いや、富士山がよく見える。いいですね。大きい。うん、大きい。目で見るとすごい大きいですね。ドーンとありますね。映像とかで撮るとなんかね、うまく撮れない。この、目で見てるあれがね、撮れないですよね。うん。やっぱり目で見るのがいいのかなと。こういうと、ここら辺に住んでる方はね、いつも富士山を見ながら、いいよなぁと思う。いや、寒くてね、雪があるんですよ。富士山雪積もってるの。でも、見方によっては富士山の方は雪が あんまりないなっていう、このだって今1月2日ですよ。その割にはないですよね。ちょっとだって見てくださいよ、ほら雪あんまないですよね。ほら裾なんていうんですか、裾の方全然ないですもんね。こんな感じなんですかね。上の方もでも結構雪ないですよね。これね、結構拡大できるんですよ。知ってました？こんなに拡大できるんですよ。こんなに、ほら、なんか、ねえ、すごいですよね。まあ、それは、いいんですけど。で、こうね、道路端とかにも、道路端とかでも雪あるんですよ、こうやって。さっき子供がね、そこの上に雪乗って遊んでましたけどね。なんで、これね、結構、はい。店長、外見てません、ちょっとね。すごいでしょうね。今年は雪少ないですかね。暖かいんですかね。暖かいですもんね。なんかこう、刺す寒さはないっていうか。でもここ寒い。すごく寒い、外出ると。はい。これ着てても寒いですよ。これ？そうですよ。働く人の、ね、イージスっていう、プロフェッショナルなんていうやつですけど。寒いですよ。やっぱ関係ない。寒いのが寒いんですよね。うん。はい。こんな感じでですね、やっぱりね、富士山を見たい。ただそれだけのことでございます。近く、しかも大きいやつみたいにね。とうちの方からも見られるんですよ、場所によってね。夕方とかよく見えるとこあるんですよ。ちょうど日がね、落ちちゃうとちょっとシルエットがね、こう出たりね、そういうのあるんですけど、うん、いろんなところありますもんね。富士見っていう場所がね、見れる。今はね、見られなくなってる場所もいっぱいあるのかもしれないんですけど、ね、すごいですよね。遠くからでも結構見えちゃう。それね、近くで見ると小事故とかいいらしいですね。逆さ湖にね、こう映ってね、そういうのもいいらしいですけど、はい、さあそんな感じでですね、富士山を見てもう早く帰る朝早く出てきたんですよ。4時ちょっと過ぎにね出てね、はい、首都高速久しぶりに撮りましたね。9号線都心環状線4号線ですよ。あ、9号線あ7号線7号線ですね。7号線小松川線ですよね。それで都心環状走って、4号線で中央道変わったんですね。前は調布と八王子の間は均一区間だったんじゃないかと思うんですけど、普通の料金体系になったみたいですね。でも八王子にはちゃんとゲートがある。ちゃんとって変ですけど、ゲートあるんですよね。あれどっかから入ってくる車のためなんですかね。うん、あ、だいぶ日がね上がってきていい感じになってますよ。店長はなんか難しい顔をして見てますね、はい、そんな感じでですね、はい、店長武蔵とその仲間のバイク店動画じゃないですかね、ですね、はい、あ、店長武蔵とその店長武蔵チャンネル、こちらはですね、バイク業界に1回もでそういうことをしたことのない、働いたことのない、一人の、
おじさんがですね、バイク店を始めて、そして脱サラしてバイク店を始めて、その成長をの過程を描く、動画でございます。ドキュメンタリー動画でございます。はい、バイクに関係あること、ね、業界のいろんな話、全く関係ないこと、どうでもいい話、どうでもいいこと、まあ、いろいろと動画にしているわけで、ございます。さらにはですね、まあ、基本的にですね、いろんな、まあ、整備とかね、そういうのは、それをね、動画で撮ってどうのこうのっていうのもね、まあ、でもこんなことやってますよっていう感じのあれでやって、実際にそれを見てね、参考にして何か やっていただくとか、そういうためのものでもないわけでございます。はい、さらにどちらかというとですね、基本的に喋る、いろんなね、話をさせていただく、でその話にね、耳を傾けていただければいいのかなと、そんな動画で、ございますので、基本的に動画じゃなくてもいいんじゃないかっていうね、音だけでいいんじゃないかなってね、いう感じもするわけでございますが、まあでもそうは言ってもですね、やはりこう、顔をね、見てね、自分の動画見るじゃないですか。で、顔が出てなくて、最初の方はね、顔を出してなくて話してたんですよ。ただね、で見ててね、面白くないんですよ。で、自分の顔見て話してもあれなんですけど、自分の顔見ながらも、まあ、話してるの見てね、だやっぱり人の顔があった方がいいなっていうふうに、途中ね、思ったことはあるんですよ。それでね、やっぱりこう、顔、やってるんですけど。はい、そんな感じで、2020年、今年もですね、よろしくお願いいたします。店長の人も失礼します。ありがとうございました。